慢心ではない。打ち負かす自信はあった。だが結果はどうだ。膝をついた私はあいつの姿を仰ぎ見ていた。出来損ない、弱いもの、必要のないもの。違う違う、そんなことは関係ない。強いとか弱いとか、そんなことは所詮あいつが勝手に言っていることだ。私は戦う、戦って守る。立ちはだかって我が身を盾にして。また同じことの繰り返しだ。私のせいで仲間が傷つく、こんなことはもうたくさんだ。さあ行きましょう。バカ、もう他に道はないんです。や、覚悟。頑張ったじゃない。思ってたよりは。敵の中央を突破する。大丈夫、待てよ。じゃない、思ってたよりは。敵が来ます。もう他に道はないんです。最後もらった。すべてを浄化する光。はい、今だ。終わったか。ですね。さて、エインフェリアはどこにいる？隠れてないで姿を見せな。いくら探しても出てくる気配がまるでない。ここ深海だろ、誰もいないってことはないだろう。それなりに暴れ回ってるわけだし、存在アピールが足りないこともないと思うけどな。期待外れにも程が。あ、そうだ。いった、あ、お腹痛い。あ、敵地のど真ん中で、なんで突然。痛い、これマジでヤバいやつかも。全然出てこない。隙を見せてもダメか。少しは心配して駆け寄るとかないのか。優しさのかけらもないな、ここの連中は。あいつ生意気に白霊なんて名前持ちやがって。弱いくせに名前なんて。さて、ふざけてられる時間はあまりない。任務は出来損ないのダッシュ。エインフェリアを狩るのはおまけだ。アーリー様に知れたら殺される。やっと出てきた。さあ遊ぼうか。予想してた時間の半分ってところね。